加藤真央と申します。広告代理店の方ではSNS のマーケティングのチームにおりまして、でインフルエンサーの方では僕アメカジがすごく好きなのでアメカジを中心とした、ファッションの発信をしております。僕すごくジーパンが好きで、ジーパンを履いて寝ます。365日じゃないですよ。結構履いて寝るっていうのが割と定番だったりはするんですけど、ジーンズ履いてデニムシャツ着て寝てました。まあ、それこそ一緒にジーンズ履いてお風呂入ったりとか、めちゃめちゃ楽しいです。まあちょっとモテてたかなと言われて、すいません、なんだろうな、モテてました。なかなか自分が好きな子には好きになってもらえないんですよね。で、結構追いかけちゃうタイプだったりはするんですけど、ただこう踏み込みすぎないみたいなタイプでもあるかなとは思っています。こういうヒゲでロン毛でアメカジが好きで、もうデニムオンデニムいつも着てるみたいなタイプって、なかなか女性に受け入れられないことが多かったりはすると思うんですけど、まあ、そういう人でもちょっと活躍できるようじゃないですけど、全国の僕みたいなヒゲのロン毛のメンズたちにちょっと勇気与えられればなっていうふうに思っています。そうですね、第一印象としては本当に素敵な方だなっていう印象を受けました。武井さんは宇宙関係のお仕事されてると思うんですけど、そういった部分でもちょっとこうマニアック気質とかがあるのかなっていう、オタク気質みたいなものがあるのかなっていうふうには感じてまして、僕もジーパンオタクだったりはするので、そういうこう何かを極める、何か興味があるものに向かってこういうふうになっているっていう部分では自分に近しいのではないかなと。まあ、本当にやっぱり考えすぎちゃいけないかなっていうふうには思っているので、こういうふうに見られたい、こういうふうに立ち回りたいみたいのはあえて考えないようにはしていますね。まあ 100% 価値観が合う2人っていうのはいないとは思うので、最終的にはお互い折り合いをつけてじゃないですけど、お互いこうすり合わせていってパートナーになっていくのではないかなっていうふうに思っているので、雨でずぶ濡れになった日とか、すごい大変ですごい汗かいた日とかってジーンズめちゃめちゃ育つんですよ。はい、それと同じようなイメージで、恋愛とかもその方への気持ちとかも、本当に大変な日があったりとか、すごい乗り越えないといけない課題があった時とか、そういう時には大きく育つんじゃないかなっていうふうには思っています。ロン毛とヒゲがちょっとって言われても、でも僕は多分ヒゲ剃らないし髪切らないので、バチェロレッテの気持ちをつかむのと、いつもの自分のスタイルとか自分らしさみたいなものを崩すのが、もし10日交換だったらちょっとでも選べないですね。はい。